山手球場です。カイドウ対神奈川、このゲームの模様をお送りいたします。カイドウの先発は右の眉村、神奈川の先発は右の西名、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の眉村マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは藤井。第9球投げました。初球に送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、インコース高めストライク。第3球は完全に外れたボール。次は4球目投げました、これはバットの根元、白石ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは2番サガナ。第9球投げました、シュートはボール、まずは外角。第2球投げました、スライダー決まってストライク。投球は3球目投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、直球空振り三振、バッターは3番サワ。第9球シュート見送ってストライク、キレのある変化球。1球目ストライクから第2球投げた、打ちました、サード正面のゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。眉村上々の立ち上がりを見せています。神奈川無得点で終了です。右の西名登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、カイドウ攻撃に入ります。先頭バッターはサキ、投げた、初球から打ってった、1、2塁間への当たり抜けた、サキいいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから2球目空振り、伸びのあるストレート。投球はこれから3球目、見送ってボール。第4球を一塁ランナー走った、これは悠々セーフ、盗塁を許します。打った、痛烈な当たり、ライナー破った、センターバックホーム、ゆいナイスバッティングです。神奈川なおもピンチが続きます。第9球投げた、打った、流し打ち、ファウルボール、ランナースタートを切った、ストライクになった、キャッチャーセーフ、二塁はセーフ、ランナーを二塁に進められてしまいました。次が4球目投げました、ボール。さあ5球目打ちました、いい当たり、セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。打ちました、初球打ち、ライナーだ、センター前クリーンヒット、ボールは中継、カイドウまずは1点先制。ランナー2人を置いて迎えるバッターは白石、投げました、初球打ち引っ張った、サード強襲、二塁送球、セカンドフォースアウト、神奈川なおもピンチが続きます。バッターは6番田原。第9球初球を打ちました、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。白石二塁決定、三塁へ、カイドウさらに1点追加、カイドウこの回3点目、3対0。ランナー1人を置いて迎えるバッターは王、投げました、初球を打った、ライト前クリーンヒット、ホームイン、カイドウさらに1点追加、4対0。左バッターボックスは8番高梨。第9球ランナー走った、これはストライク、キャッチャー盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまい、インコース引っ張った、ファール。第3球を投げました、外れた、ボール。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ、打ったい当たりだ、一二塁間の当たり抜いていった、おう三塁回ってホームイン、二塁ランナーホームイン、カイドウさらに1点追加、5対0。右バッターボックスは9番武藤、
第9球投げた、初球から打ってった、ショート右横のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして5対0、神奈川先制点を奪われています。2回の表、神奈川攻撃に入ります。トップバッターは重野、高めいっぱいストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、真ん中にストライク、伸びのあるストレート。第5球投げた、打ちました。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、ファウルボール。次が7球目投げました、打った、セカンド右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番さくら。第9、危ない球、投球これから2球目打ちました、一、二塁間、一塁送球、おお、華麗にさばいてツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、初球決まってストライク。1球目ストライクから第2球投げました、カーブは空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、破った、西田、いいバッティングを見せました。バッターは7番、投げた、真ん中ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、ファール、追い込んで第3球を1つ外した、ボール。第4球を投げた、高め、空振り三振。2回の表が終わって5対0、カイドウ5点リードは変わりません。カイドウ、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターはサキ、今日早くも2回目のバッターボックス。投げた、インロー、空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目、流し打ち、ショートバウンド、ボールを取った、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ユイ。第9球、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、真ん中にストライク、もう追い込んでいます。投球はこれから3球目、見送ってボール。第4球を投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。第9球、直球ストライク、アウトローへ。さあ次の投球、投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが取りました、これで3アウト。西名三者凡退、無得点に抑えています。2回の裏が終わりまして5対0、カイドウ現在5点をリードしています。3回の表、神奈川攻撃に入ります。投げました、もう第2球投げました、決まってストライク。投球はこれから3球目、ボール、外角低め。次は4球目、投げた、打った、ボテボテのショートゴロ、ユイ、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは丹波。第9球投げた、ボール。第2球投げた、真ん中ストライク、タイミング合いません。投げた、外れた、ボール。さあ4球目、見送ってボール。次が5球目、
見送ってフォアボール。打順はトップに帰って藤井、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第9投げた低め、カーバー外れてボール。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、危ない球。さあ4球目、見送ってストライク。第5球投げました、カーブ見送ってストライク。第6球を投げました、結局フォアボール。この回2人目のフォアボールです。左バッターボックスは2番サンタナ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球ストライクから見送ってストライク、追い込んでから第3球をボール。さあ4球目、打った、二塁ランナー三塁へ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって5対0海道、5点リードは変わりません。3回の裏、海道攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー眉村、ボール。第2球投げました、打った、流し打ち、抜いていった、眉村ナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番白石、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球空振りから打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ダイレクトで当たった、ボールは中継、海道1点入りました、6対0。ノーアウトランナー2塁となりまして、田原今日2打点を挙げています。初球空振り、伸びのあるストレート。第2球投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ボール、外角高め。第5球投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、打ちました、初球打ち、さあ交代、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから打ちました、ファウルボール。第3球は外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライナー破った、ライト前クリーンヒット。高橋いいバッティングを見せました。神奈川なおもピンチが続きます。初球打ちました、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回まで終了しまして6対0、海道リードを6点としています。神奈川この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは沢、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球ストライクから投げました、ストレート見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げました、打ちました、切れていきます、ファウル、投げました、ボール、外へ。第5球投げた、打ったに当たりだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。さあナイスバッティングです。バッターは4番シゲ、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク、変化球にキレがあります。投げた、打った、これはゲッツーか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。第9ストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球、投げた、打った、セカンド右へのゴロ、取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって6対0、海道6点リードは変わりません。海道この回1番からの好打順になります。先頭バッターはサキ、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。初球流し打ち、ライナー破った、ヒット、バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、サキツーベースヒットを放ちました。今日は安打を放っています、バッターの優位。第9
レートはボール。まずは高め。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げました、打ちました。ショートバウンド、セカンドから一塁送球。サワうまくさばいています。神奈川ここで前進守備をします。1球目空振りから第2球、外角高めいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、打ちました。1、2塁間の打球抜けた、カイドウ1点入りました。7対0。バッターはピッチャー眉村。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。もう1回1塁へ牽制球。第1球投げました、初球はストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから打ちました、ファーストゴロゲッツーになるか。2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして7対0、西名この回さらに1点を失いました。5回の表、神奈川攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー西名。1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート。初球空振りから第2球投げました、流し打ち、どうだ、白石ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは7番、今日の第1打席はスイングアウト。初球打った、アルボール。第2球流し打ち、白石ボールを取る、アウト。白石そのままベースを踏んでアウト。左バッターボックスは8番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、投げた、インロー見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、一つ外してボール。投球これから4球目、打った、これはヒットになります。いいバッティングを見せました。バッターは9番、丹波。第1打席はフォアボール。さあ次の投球、見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打ちました、ライトへ飛んだ、ヒット、ボールは中継、丹波ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあチャンスをものにできるか。投げた、初球空振り、伸びのあるストレート。第2球投げた、打った、ファール。第3球を投げました、外側いっぱい、見逃し三振。前村見事なピッチングです。5回の表が終わって7対0、カイドウ7点リードは変わりません。5回の裏、カイドウ攻撃に入ります。この回のトップバッターは白石、直球見送ってストライク。第2球投げました、ストレートはボール。投球はこれから3球目、ストレートはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、白石一気に二塁へ。白石いいバッティングを見せました。カイドウさあチャンスをものにできるか。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げました、初球出てた、アウト。いい当たりでしたがセカンド正面。神奈川なおもピンチが続きます。初球から打ってった、三遊間の打球破った、カイドウ1点入りました、8対0。バッターは8番高橋、第1球投げました、ボール。第2球投げた、危ない球、1塁へ1つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた、インコース引っ張った、ライト前クリーンヒット、ボールが転がる、高橋ツーベース。ピンチを広げてしまいました。さあこのピンチで迎えるバッターは武藤、今日はショートゴロとセカンドゴロ。ファールボール。第2球打った、流し打
一、前進守備ファースト右、丹軽快にさばいてツーアウト。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。1球目空振りから打ちました。サンガナ掴んだ、ショートから一塁送球、カイドウ、さらに点追加。今日は安打を放っています。バッターの優位、第1球投げた、ストレート見送ってストライク。初球ストライクから第2球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた。一球外した。ボール。次が4球目。投げた。危ない球。一塁へ牽制球を送ります。さあ5球目。ボール。インコース低め。第6球を一塁ランナー自動的にスタート。流し打ち。どうだ。レフト前のヒットになります。ボールが点々と転がっている。カイドウ。この回3点目。コールド勝ち。優位サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は10対0。カイドウサヨナラ勝ちで試合を決めています。